P4M マーケーターアメリカ海軍の P4M-1P4M マーケーターは、マーチン社が製作した洋上偵察機である。アメリカ海軍の長距離洋上昇海爆撃機の要求に応えたものだが、ロッキード社の p 2ボルトネプチューンに強作で敗れ、その後短期間、長距離電子偵察機として任務に就いた。本機で最も特徴的な点は、 動力がレシプロエンジンとターボジェットの組み合わせだったことでターボジェットはエンジンナセルの後部に置かれていた。マーケーターとは地図の図法で知られるメルカトルのことである。本機はマーチン社のモデル219として設計が開始され、1946年10月20日に初飛行を行った。 2機のプラットホイット 2R-4360 ワスプメジャー28機筒製型エンジンで駆動される p 4 m は大きくかつ複雑な飛行機であり、拡大されたエンジンナセルの後部に離陸時や戦闘時のブースト用のアリソン J33 ターボジェットエンジンを装備していた。ジェットエンジンの空気取り入れ口はレシプロエンジン後方下部に開いていた。このジェットエンジンは 大部分のレシプロ、ジェット複合動力機の場合と同様、ジェット燃料でなくガソリンを燃料としていた。本機の膠着装置は三輪式で、前輪は前方に引き込まれた。単車輪式の主脚は翼内に引き込まれたが、カバーはなく、収納時でも車輪の側面が露出していた。翼自体も得意で、内翼と外翼とで異なる翼断面を持っていた。 防御火力は強力で、エマーソン式機種銃座とマーティン式ビブ銃座に、角二門の 20mm 機銃を装備し、背面には、マーチン式銃座に 12.7mm 機銃の2丁が置かれていた。爆弾層は、アメリカの爆撃機に、一般的な短くて深いものでなく、イギリス式の長くて浅いものだった。これにより、超魚雷、爆弾、機雷、 爆雷などの武装や長距離飛行用、増加燃料タンクなどの多彩な装備が可能となった。アメリカ海軍は、洋上召喚機としてはより小型、シンプル、かつ安価な P2 ボルトネプチューンを選定したが、本機も高速機雷施設機として1947年に19機を発注した。この任務は1951年に電子偵察に切り替えられ、 tb4y-2 プライバティアの後継となった。すべての監視装置を操作するために、乗員は14名に増やされ、多種類のアンテナが装着された。p4m-1 偵察飛行はフィリピンを基地とする第1艦隊偵察飛行隊によって、中国国境や極東ロシアの沿岸部に対して行われた。これは、極めて高度な機密に属したため、無線通信の際には、 通常の p にボルトネプチューンであるかのような偽装が行われた。1956年には1機が中国戦闘機によって撃墜され、また1959年にも別の1機が2機の戦闘機に攻撃されたが、こちらは上員1名の犠牲は出したものの逃げることができた。本機はまた VQ-2 によってモロッコでも運用された。 この方面では一機がソビエト連邦のミグによりウクライナ近くの空域で迎撃される事態が生じた。その P4M は Z エンジンの力によって逃げ切ったものの燃料が尽きて地中海に墜落、乗員全員が死亡した。P4M マーケーターは EA-3 スカイウォーリアと交代して1960年には全機が引退した。P4M はて廃棄され、 残存している機体はない。XP4M-1 試作型。R-4360 から4エンジン、総発。2期製作。P4M-1 生産型。R-4360 から20、A エンジン総発。19機製作。p 4 m 1 q p 4 m 1の、タイレーダー専用回送機に与えられた故障。 マーチン p 4ナ m 1 3メンズ。ありがとうございます。